はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきたいと思います。こちらの波動高校ピックアップガチャですね。でこちら2種類来ておりまして、まあ、上の青いやつ、水鳥が映ってるやつ と、下の黄色のやつですね、金原が映ってるやつで、これ多分ね独立したガチャだと思うんですよ。で一応内容の方を見ていくと、初回パワーストーン170個で SR1 枚確定プラス PR の牙が1枚おまけでついてくるというのが、まあ、上で1個あって、で下でも同じ内容で1個あると。で20連目になるとパワーストーン220個で引けて、上だと牙、妹、水鳥の中から SR1 枚確定で、下になると牙、妹、金原の中から、1枚確定というような、内容になってます。で3回目になると牙、か妹から1枚確定で、下も牙と妹から1枚確定ということで、これ多分ね10連ずつ引けるんじゃないかなと思います。一応ガチャ画面見てみると、プレミアムガチャの方でこれですね、これであって、でこれはこれであるんで、まあ10連ずつ引けるんじゃないかと思います。まあ、それを考えるとね、内容としてはかなりいいガチャになるんじゃないかなと。まあ牙もねピッチャー急速キャラでかなり筋力を稼げるのと、まあ、ちょっとね爆速ストレートの成功率がめちゃくちゃ低いっていうのはありますけれども、まあかなりいいキャラだし、牙妹ももうこれは言わずと知れた超優秀彼女キャラで、水鳥も、キャッチャーでささやき戦術で、昔はささやき戦術しか取れなかったんですけど、今ね普通の野手で使っても芸術的流し打ちを取れるんで、水鳥もいいキャラですね。で金原も、まあ、いいキャラで、まあ、さらにこいつはねポジションがね外野っていうところですね。ポジションが外野なんで、暁大付属で、まあ、かなり、使いやすいキャラになってると思うので、持ってない人に関してはこのガチャはかなりいいと思います。まあ、ただですね毎回毎回言ってはいるんですけれども、1周年記念が、近づいてきてるので、まあ、石の管理をどうするかというところですね。まあ、これ引いちゃって1周年記念引けなくなっちゃったっていうのもあれですし、ただ石を溜め込んでおいて、まあ、万々が一ね1周年記念ガチャが仮にしょぼかったとすると、まあ、こっち引いておいてもよかったかなっていうのはあったりするんですけど、こればっかりはねちょっともうわからないんで、まあ、石の管理は自己責任でお願いしますというところですね。まあなんか予告でね、例えば何月何日からはこういうガチャやるよっていうのが出てくれるとすごい見通しが立てやすいんですけれども、まあパワープロに至ってはそういうのはないので、まあ、ちょっとその場その場でやりくりをしていくしかないっていうところが、まあ、ちょっと厳しいところではありますかね。で今回は一応初回10連は両方やると、で20連目も両方やって多分石がなくなると思うので、まあ、そこまではやりましょう。3回目はね、まあ、確かに魅力的ではあるんですけれどもちょっと厳しいかな。で一応自分の中の狙いは騎馬妹ですね。バネキちゃんはねちょっと欲しいですねやっぱり。ということでじゃあ早速ガチャ画面に行きましょう。あそうそう、で今騎馬の挑戦状が来てるじゃないですか。まあねなんか巷の噂によると内容は、星スバルの挑戦状と全く同じだっていう噂が流れてますけど、チケットはねそこそこ回収しました。 SR ガチャチケットはねもう一番最初に出たんで、まあ、ここら辺も例によって使っていきますか。空きが7なんでちょうどぴったりですね。じゃあまずはチケット PR ガチャからいきましょう。一応ググポン。この後がなかなか来ないね。まあ、PR ガチャチケットだからしょうがないんだけど、君かPR 初か。あ、ひじりちゃん出てくれたのは嬉しいな。そして右京だか左京だか毎回わかんないのが2つあったな。じゃあ SR ガチャも行きましょう。もうこのまんま
お、虹が来た、虹が来た、グググググググ赤玉、赤背景、キラーンがないよくキラーンが抜けるね、虹が出た時。おー、ゆかり様だー、やったー。これはようやく彼女キャラ2人目かな。まあ、せっちゃんはねもう SR プラゴンになってるんですけど、次がねなかなか出なかったんですよね。あ、そうだ、小筆のなんかイベントで出たやつも取ったんだ。でも小筆はね使わないですからねよっぽどなんかない限りは。ということで、ゆかり様はかなりいいですね。これはじゃあこのままの流れでいきましょう。いや、もう満足感はありますけど、いやー、ゆかり様のPSR じゃなかったっていうところが悔やまれるね。そうすると虹が出たのに。ブクンも初めてですねまあただちょっと使わないかな。おお、ブクンが並んでいる。あ、ゆかり様 PR、 よしよしよし。こんな感じか。まあゆかり様の PR かな、ここは。ブクンには申し訳ないけど、あ、そうだ、おまけ牙で、そうするとこのままの流れで下に行って、あ、そうだよね、いけるよね、170個で。でこれも引きましょう。でそうすると340個で SR が2枚手に入るっていうのは、お、ここで2枚抜き。お、エミリーちゃん、てか彼女キャラよく出るなおお、六本木、ギロッポン来たね。じゃあギロッポン、ちょっと赤月台で入れていくかって言ってもね、ちょっとギロッポンを鍛える餌がねなさそうだね。まずゆかり様は何としてもあげたいからね。なかなかいいね。でも今回はかなりいいぞ、自分の中では。じゃあこっちですね。バナーの中から1枚確定なので、キバか妹か、水鳥という形になってます。じゃあやっていきましょう。だいたいね物欲センサーが働くんで妹が出ないっていうねパターンっすねまあ別にいいっちゃいいんすけども。あ、来た来た来た、物欲センサーがぶっ壊れたかな俺の中の。それはそれでありがたい。レンジャー君よく来るね。で、キバ、よし、キバの PR もいいな。で、次また下の方引いていきましょう。ってことはここでね金原が出てくれてもかなりいいですね。これはもうほんと誰が出てもいいな。キバが出たらキバが出たで、上限解放できて、まあ、妹の方も上限解放できて、で俺金原はね持ってないんで出てくれたらかなり嬉しいですね。もうここは本当誰でもいいや。その代わり石がなくなったな。おお、2つ。いや今回すごいぞ本当に。よし、キバ、キバは今確かプラスいくつだっけな。小平くんか、小平くんどうすっかな。今ミキサーが実装されちゃったんで、で小平くん自体はね、まあこれを見ればわかると思うんですけど持ってるんすよ。小平くんをね SR ぶち込んでプラゴに持っていくまでのキャラではないと思うんですよね。なんでミキサー剣として活用させてもらおうかな。まあちょっとまだミキサーはしないでおきますけれども、いっぱいですと。そうだねボックス整理がね本当にきついですね。でとりあえずキバがどんだけになってるかちょっと確認していきましょう。あ、キバプラニだもんね。でそうすると1枚ぶち込んでプラス3にはできると。で45になれば試合経験点ボーナスがつくんで、まあちょっと45には今回はできないかな。じゃあちょっとボックスを整理して、少しねなんかちょっと上限解放も見たいですっていうコメントがあったので、ちょっとボックスを一旦整理します。
はい、じゃあちょっと上限解放の方やっていきましょうか。まあ自分はね、上限解放のやり方はもうあのプラス5を食わせるやり方にしてますので、基本的にはあの溜まってから突っ込みます。でこれ基本的にはなんで、限定キャラがいるじゃないですか。限定キャラに関してはまあ 30% とかでも、ワンチャンで突っ込んだりもします。要は限定キャラって通常のガチャで手に入んなかったりするんで、まあ、持っててもしょうがないかなっていうのはあったりしますので、まあ、ただ限定キャラでも、まあ、今大丈夫博士像があるんで、そういうのはねあの置いてたりもします。でまあ簡単に言うと基本はプラゴにして突っ込む。で、まあ、キャラによってはそのまま突っ込むっていうやり方をしてます。でそうすると今回いけるのがなんで牙がいいですね。牙がわりかし手に入ったので、牙が今プラス2になって SR が1個ありますと。でこれはまあもちろんこの SR はこっちに突っ込むんですけれども、その前に PR ですね。 PR のまあ牙がこんだけいますと。でそうするとまず R プラ5にするともう解放率 100% になるんで、まあ、これを突っ込んでいくっていうやり方ですね。なんで SR に投入するときも、PR をプラ5にして突っ込んでいくという感じでやってます。でプラス5にすると、まあ、確率的にはどれくらいなんだろう、多分 50% くらいはあると思うんですけれども、まあ、そのくらいの確率でプラス2されるときがあるんで、まあ、それを狙っていってもいいのかなというところ でそうするとまず、PR だけ全部突っ込んでいくと、これでプラス3がまず出来上がりますと。でここに R を突っ込むとワンチャンでプラゴになる。それかまあ普通に1しか上がらないかというところですね。で解放されましたと。ほらほらほら、これでレベル上限解放3から5になってるんで、でこれで SR に突っ込めますね。そうするとで SR に突っ込めるんで、まず牙を選ぶじゃないですか。で、まあ、普通の SR を使うと、まあ、これはね1しか上がらないんでプラス3になりますと。でプラス3の状態から、この PR プラゴを突っ込むと運が良ければそのままプラゴに持っていけるというところなんですけれども、それはどうかな。このままプラゴになってくれればめっちゃ嬉しいけど。おー、来ましたね来ましたね。よしよしよし、今日はなんかすげえついてるな。全体的にレベル上限解放3から5になったので、これでプラゴが出来上がりましたねというような、作り方で自分はやってます。であとそうするとひじりちゃんもPR プラゴができたので、これを突っ込みましょうと。こういう画面でわかんのかな、なんかいつもよくわからん。ああ、2解放されましたね、すげえな。であとは誰だっかな、そうだ、騎馬妹も手に入れて、騎馬妹騎馬妹で騎馬妹はもう PR がプラゴが1体いるんで、こいつを消化しましょうと。上限解放、1アップすんのか2アップすんのかわからんな、上限解放は。まあ、とりあえず騎馬妹は、解放1でしたね。とあと、まあ、どうでもいいキャラなんですけど、こいつもプラゴになったんでちょっと突っ込みましょう。でこれでプラス2されたらもうプラス4だぞ。使わないけど左京か、こっちはわからん違いが。2上がったし、はかどるなこいつ。こいつもね確か最初ね2上がって、でまた2上がってるんでもう4ですねっていうような感じですかね。他なんか上げられたやつはちょっといなかったとは思うので、まあ、またねちょっとボックス整理をしつつといったとか。あ、ゆかり様どうだった、ゆかり様全然だったな、まだ全然だね。だこういう 30% は基本突っ込まないですねっていうようなところでやっていって
って、今ボックスがこんな感じなので、ウドくんが今プラス4で、カマカリがプラス5になりましたね。で、あとは、滝本もプラス5、あと西川ね、最初の方にプラス5になったのと、キバも今回プラス5になりました。で、あとはせっちゃんもね、まあ、プラ5。最近せっちゃん使ってないよな。で、駒坂くんとかもう出てこないはずなんで、復刻しない限りはプラス4で止まってますね。別にいいんだけど。で、あとそう、マキシマムもね、なんだっけ、飛距離くん、そう飛距離くんで結局マキシマムの SR 手に入れることができたので、プラ5まで、持ってけました。まあ、ただマキシマムも使うかって言われるとあれなんですけれども。で、あと嵐丸と、そんな感じか。で、一ノ瀬がねプラス4ですね。で、あとね、碇守くん PR をねちょっとね取ってます。まあ、アフロ碇も、普通の碇も両方持ってはいるんですけれども、暁大附属碇守がねもし手に入れることができれば、こっちの方に突っ込んでいきたいと思うので、碇守くん PR は今保存状態になってます。で、あと SR 持ってない人たちは白菜とかですね、あと樽本くんとかはもうプラゴの状態で置いてある。チユちゃんとかもそうですね。なので、これでね結構ボックスがねやっぱ圧迫されちゃうんですよ。で、これを R でもやってるんで、だ R でもプラゴになるまでは置いておくっていう感じですね。だからこの武田くんとかもそもそも武田くんは PR が今突っ込むのがないんで、このまま置いてある状態というところです。まあ、こんな感じで自分は、上限解放をしてますと言ったところですね。でボックスがいっぱいですと、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。もうかなり自分の中では過去最高くらいの満足度を誇っているガチャですけれども最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。